自分をを幸せにすするような行動を取っていいたただきたいんですね、まあ、どういうことかというと自分をめっちゃ愛するんですよ、ね。あなたのこと本当に尊敬してるよ愛してるよって自分に言うのね、まあ、ちょっと分かりやすく説明すると自分と結婚するっていう感じなのよ。 今日のビデオはちょっと聞き流し系なんですね。で、えー、っと皆さん、本当にね、みんなのおかげで本を出版することができました。ありがとう。で、えー、っと本当にね、あのー、みんなのおかげで予約してくれたじゃん。あれでなんかうまくアマゾンランキングの6位になったのかな、4位になったのかな、その日予約で。ですっごいなんかそのおかげで今、全国に置いていただいて。 でもうみんこの間とのいうか東京でイベントしたんですよ。でイベントしてみんととお会いした時に、えーと「ぜひどうやって一歩踏み出すの?」っていうその一歩踏み出すコツについてビデオを作ってくださいって言われました。なので、えー、と今日はちょっと聞き流し系多分ね俺20分ぐらいは全然。 話すと思うんで、ちょっとこのビデオは、まあ、見るっていうのもいいんだけど。えっ、ー、と、聞くっていう形で、えっ、ー、と、見て頂ければ、幸いです。All right. じゃ、あちょっと始めていきましょう。で、今日はチーンがあるぜ。へ、hey. <noise> <noise> い。ふふ、よとやな。Right. でね、一歩踏み出すコツっていうところについてなんですけれども。まず、今日は具体的に、三つの方法を紹介できればと思います。 3つの方法です一歩踏み出すことの3つの方法で最初はですねじゃあ最初のところからいきましょう最初はですね一歩踏み出すときにねこれ面白いよ外に踏み出すんじゃなくて中に踏み出すっていうのをやっていただきたいんですねこれ意外とすっげえ効くんですよ外の行動をするなんか外を変えるんじゃなくて中を中に踏み出す 具体的に中に踏み出すっていうのはどういうことかっていうと自分を幸せにするような行動をとっていただきたいんですね。自分を幸せにするようなこと、まあ、どういうことかというと自分をめっちゃ愛するんですよ。ね何にもしなくて大丈夫だよ。あなたがねあなたがあの本当にあ,のあなたのこと本当に尊敬してるよ。愛してるよ。って自分に言うのね。 まあちょっと分かりやすく説明すると自分と結婚するっていう感じなのよやっぱ僕たちって人と結婚するじゃん恋人とかねで結婚するじゃんでその人をめちゃくちゃ愛するじゃんでその人から愛せなかったら「キャー悲劇!」みたいになっちゃうんだけどそういうような感じで自分と結婚する、ね、だからちょっと変な話なんだけど本当にちょっと目閉じて。 なんか本当に自分が結婚したい場所な,なんかねあのチャーチ教会でもいいんだけどそういうところを想像してそこに自分がいてでその自分の手を取ってそこであなたと一緒に生きていきますって誓うわけよ。ね。これをやるとちょっと普通の人だったらええってなるんだけど男性エネルギーと女性エネルギーがすごいバランスよくなってこれやると結構人生がねよくなっていくんですよ。 ね、自分を愛してあげるそれをやってると何があっても自分を愛してくれてる人が一人増えるみたいな感じなんだよね。これ本当にに人生楽になる一つのコツだと思うんですよ、ね、でこのそういう感じで、ね、自分の愛のガソリンタンクっていうのかなその自信があって愛されてるっていうのがあると外の行動がすっごい楽になってくるのね。 なぜかというとね愛が足りてないと行動する時にジャッジされるって心配になっちゃううまくいかないとダメなんだまあこれよくある丸罰感覚だから本当に行動したいんだけどもしうまくいかなかったら大変なことになっちゃうからできないっていうそういう心のブロックがかかっていると外の一歩踏み出すっていうのがすっごい難しくなるのね。 でも自分と結婚してるっていうか自分を本当に愛してるとね他の人が何言っても大丈夫なわけよ。ね自分を愛していると、ね、愛が足りていると行動をとってダメでも自分を許せることができるのねそのぐらい自分が強くなるのよ。ね他の人が「あなたがどういう人か?」って決めるんじゃなくて自分で自分を尊敬してるから何があってもあなたは大丈夫だよって自分に言えるようになるわけよ。 そういうようになってくると他の人にもその愛を渡すことができるんだよねエネルギーとして、ね、で流れていくんだよねこれが「運」っていうのかな日本語で「運」っていうのかなラックラックじゃねえよな「運」ってちょっと「運」がいい人っていうそういう流れてるんだよね実際にこれが、ね right. なのでこの外に踏み出す時のコツ自分を大切にする。 ね、だからこういうのやりたいなっていうんじゃなくて本当に自分できれば1週間に3時間に時自分が何してもいい時間を用意する自分がもう本当に多分みんなね結構現,現在の社会で仕事っていうのは仕事もあるし家庭もあるし、ね、仕事と家庭がなくてもつらいわけよ。ね、人生つらいんだよ。でもうやることがいっぱいあって。 でもう本当に海を,踊り海を,海を泳いでてなんか空気が酸素が足りないみたいなでまた沈んでうってなってって,やってこの繰り返しだと思うんだよねで何かやらないといけないこれやらないといけないああバツみたいなすっごい大変なんだよ人生でで僕が言ってるのは是非ね自分にもう何にもしないでも空気が足りてる時間を作ってもらいたいのねだから瞑想っていうのが大切だと思うのよ。ね もう本当に1日10分でもいいから自分がリラックスしてもう本当に携帯消して音楽聴きたいんだら消していいけどねこんまりさんがね本当にときめく時間を作ろうよときめく環境を作ろうよって本当に家に帰ってくると自分がリチャージされるような環境にしておくね朝の習慣で自分がリチャージされるような森の中に散歩するとか公園の中に散歩するとかねそういう感じで自分がリチャージされるような環境を作っていくのね。 でこれからねこれ本当に大切なの一歩踏み出していくともう一歩もう一歩もう一歩っていろんな一歩が増えていくのね気づいたら千歩とか歩いてるわけよで千歩歩くとあなたの人生がすっごい変わってくるの。 僕たちの人生がでいろんな活躍が待ってるわけよ一歩取れるようになるとでその時また疲れるわけよその時特に社会に出るとか目立つとかやっぱリーダーシップ愛のリーダーシップって目立つ場合があるんだよねで目立つとお前それ違うよとか言ってくるわけよ例えば僕の場合は女性を大切にしようよっていうビデオを作ったわけよ ね、そしたら『週刊雑誌』がそれを見てすっごい僕バッシングされたのね『週刊雑誌に』にははそんなこと言ってるわけねえよなね YouTuber みたいな感じでバッシングされたわけよ俺はすごいいいこと言ってたと思ったんだよねこの本当に男性エネルギーっていうのがいっぱい強くて女性をもっと大切にする環境にした方がいいってその大切さは本当に必要だよって言ったらバッシングされたんだよだからそういういいことを言っても バッシングされちゃうわけよ。で、バッシングされたらそのバッシングをそこまで自分の心に刺さらないような、そういう練習法もやっていかないといけないわけよね。だから、いずれ自分がリチャージされる環境を用意していくっていう作業、タスクがいずれ必要になってくるわけよ。で、自分がリチャージされるっていう場所、友達、空間、 愛がある場所を用意しておくとこの怖い怖い辛い世界がグワーッてやってで家に帰ってきたらリチャージされるとか。 ね、旅に行くっていうのも一つなんだけどそのような環境を用意していくっていうのをやってもらいたいのねなので今日の宿題はちょっとビデオを今止めていただきたいんですけど自分が自分の人生をリチャージするためにできる3つのことをちょっとビデオを止めて書いてみてください何ができるんだろうね例えば自分の、ね、家の中にソルトランプを入れる今ソルトランプないけどソルトランプを入れるとか、ね、なんか家に自分の夜家に帰ってきたらね あのまろやかな音楽が流れるようにするとか、ね、寝る時に携帯はであのなんていうの台所とか玄関の横に置いて、ね、携帯がない環境で寝るとか朝起きたら10分でもいいか散歩行くとか何か自分が何をやったら自分がリチャージされるんだっていうのを3つ考えてみてこのビデオをコンティニューしていきましょうありがとう。All right, Welcome back. なのでこの外の変化外の一歩を踏み出す時 ね、自分がリチャージされているともっと楽になるのなぜかというとこのバ×感覚の×がなくなっていくからで三角に丸があるんだって気づくようになっていくのね,ね三角がいいのよ三角が丸を作るわけよ、ね、人類が最初から丸できたかってそうじゃないわけよ人類はずっといろんなことを試してたまに×あるしたまに丸る○だよ あるけど最初は三角だだったんだよこれいけるんじゃないかってだからこの試すっていうのは超大切なことなんだよねでうまくいかなくてもいいわけよで一歩ステップ外に行動できるようになるコツは結果にコミットしないね結果あこれやりたいなって言ってこの夢が叶うっていうのももちろん大切なんだけどそれ以上今の時期で大切なことがあるわけよそれはこの すでに一歩で行動できるっていう習慣を身につけること一歩を踏み出す踏み出せれるようになるっていう人間に変わっていくことなんだよねこれが今の課題だと思うの ね、例えば僕がねなん,かなんかライフコーチやりたいなと思ってて YouTube でなんか愛,愛,が、ね、愛,が愛が入っているメッセージを送りたいんだでもこの一歩ビデオ動画を撮るっていうのができない一歩踏み出せないんだって、ね、そう思ってるかもしれない、ね、じゃあ、ね、どっちが大切なのかっていうともちろんその動画一本アップするっていうのも大切なことだよ。 でもそれが常にできるような人になるっていう方もすっごい大切だと思うんだよねだからそこまで例えばこの例で言うとそこまでいいビデオっていうところビデオが良くなるっていうところに結果をコミットするんじゃなくてとりあえず動けるようになるっていうことなんだよねなのでこのビデオでここから具体的にどうやって だからそれがもっと楽になるのかっていうのを話していきましょう。で、ステップ2ね、最初のステップが中に踏み出すこと、ステップ2、実際に外に踏み出すところなんだけど、ここで皆さんにやってもらいたいことがあるんですよ。それは何をやりたいのかっていうのを紙に書いてもらいたいのね。本当に もう本当に今ビデオ止めてパッてもう本当に30秒でやるっていうのもありだしまあジャーナリング今夜やるっていうのもありなんだけど週末でやる1時間かけてやってもいいんだけど自分は何をやりたいの一歩踏み出す、分かったじゃあ一歩踏み出すっていうのはあなたにとってはどういうことなの具体的に ね、例えばライフコーチになりたいから、ね、愛,がこも愛,が愛がこもってるビデオって変やな愛が入っている愛,愛のメッセージが入っているビデオを YouTube にアップするっていうことは現実的にリアルな一歩だよね。そのような感じで自分が本当にに具体的に何ををしたたいいいいいののかっていうのを書いてう書もらいたいよねでここで是非みんなに5分の時間をとってやりたいことをいっぱい書いてもらいたいわけよ。 ね、やりたいことをいっぱい書いてもらいたいわけを一つじゃないからいっぱいやりたいことはあると思うからそれにとりあえず書いてもらいたいのねでそれを書いたら次のステップが、ね、そのチャレンジレベル大中小って分けてもらいたいのね,ね例えば、ね、じゃあこのちょっと YouTube は悪い例だからちょっとなんか自分でやりたいことをいっぱい書いたら例えば えっと、なんだろうな、僕の場合で、えっ、ー、と、例えば、やりたいことは。あ分かったえっ、ー、と、シール、シールを作りたいよね。シールを作りたいわけよ、よで、ユーチューブライブやっててみんなから温かいコメントもらうときに。あの、シールをあげたいのね。で、プラス、座布団も作りたいわけ、みん、ちっちゃい座布団、あの。 えと忍者うなぎさんとか中にはね結構面白いコメント言うことを言うわけよこの間さライブやろうとライブしたのねで本,本出版その日に本が届いたとかその前の日に本が届いたって言ってライブやろうとしたわけよでライブやってんのねそしたら忍者うなぎさんっていうあのねビデオ見てる人から「おいなんだよ門仙」。 せっかく今からスタバに行って静かな場所で門前の本を読もうとしたんだけどライブなんてやりやがってみたいな帽子えなこういう座布団1枚みたいなこういうのをさ送りたいわけよ、ね、だからそういうのを僕は今やりたいのねでその流れでいくと俺はなんか帽子も作りたいし T シャツも作りたいしでその流れでいくとショッピファイのサイトをアップグレードしてとかいっぱいやることが出てくるわけよ、ね、でそのやり方で言うとなんかこれはなんかクリスズルームのさ水筒もかっこいいじゃん うん、で今の例で言うと僕のやりたいとこでいっぱい書くとシールをやりたい座布団を出したいであとポッドキャストもやりたいんだけど、まあ、やりたいことはいっぱいあるんだけどね超簡単にするとシール座布団 T シャツクリスの T シャツとなんかクリスの水筒みたいなのをやりたいわけよ。うん、けこのの中中で大中小に分けるのねで間違いなく水筒。 このいいハイドロフラスクのいい水筒にクリスのロゴをつけて売るっていうのはすっげえ大なもん難しいわけよそれをなんかサイトに歯みたいな感じなわけよ座布団ができるかもしれない T シャツもうーんって感じなわけよねどこで印刷してじゃあどうやってやるのかってでも一番簡単なのはシールじゃん シールだったらなんかサイトもいらないしシール注文して数万円払って来ていいコメントもらったらその人にちょっとこのメールしてねって言ってそこになんかね80円の封筒にシール入れてありがとうって言って送るだけじゃんそれが一番賞なんだよねなのでここねやりたいことを大中小って分けてできれば自分ができるレベルのところからスタートしていくよね スタートしていくのよだから、小からスタートするっていうのがいいわけよ。ね、この、大ってなると、やることが、プロジェクト、例えば水筒、プロジェクトいっぱいあるわけよ、やることが。 水筒だったらどのブランドにするどうやって値段をつける、ね、なんか100個頼むとか1000個頼むとかになるわけよそうすると何十万のお金がかかるからでもシールだったら数万円でできる、ね、デザイン決めてそれを発注するだけなのよ、ね、だからもっとやるステップがちっちゃいからもっとすぐ効果が出るのねすぐリアリティが変わるわけよすぐ 結果が変わるわけよ。で、結果が変わると脳の中にいろんなメッセージが入ってきて、あ、俺意外とできるんじゃんとか思い始めるわけよ。結果がすぐ起こると。そうやってちょっとずつ自信をつけていくのね。なので、大中小、やりたいことをいっぱい書いて、大中小って言って、本当は第一番やりたいかもしれないんだけど、ちょっと我慢して、今は大をやった時の結果より、大ができるようになるようなトレーニングにフォーカスしてもらいたいのね。ね今の分かったかな 台の結 YouTube の動画をアップするというより YouTube を毎週動画アップできるようになってもらうっていう方が大切なわけよねだからショーからスタートしていいのしねでここみそだぜみそだぜはいーショーをやるとき失敗してもいいのオッケー逆に僕は失敗してもらいたいの失敗してもらいたいのね いっぱいするると行動が楽になるので僕たちは特に日本の場合はアメリカもそうなんだけどいやアメリカちょっと違うけど。 特に日本は子供の時からまねしかやっちゃだめですよみたいな感じなんだよ。ね、宿題ちゃんとやらないとだめですよ、ね。それやったら遊んでいいよとかで今度宿題できるようになったらちゃんとなんか、ね、中学の受験受かんないとだめですよ高校入んないとだめですよ,大学,ですよ大学入んないといけないですよ大学入ったらなんか就職しないといけないですよ就職したらちゃんと仕事やる永遠にこれやらないといけないですよって言ってちょっとでも違うことやったら「b a t n o、ah, y o u are bad!」とか言ってあなたがだめなんですって言って。 あなたがダメになれななれいわけよ、ね、あなたはどう頑張ってもダメになれないの。あなたは愛の存在だから光だからあるでもあなたにはすっごい力があって嘘を本当にできる力があるわけよ。ね勘違いを本当だっていうふうな力を持ってるわけよ。だから自分がダメだって本当に 思いたいんだったらそれを真実にできる力が人間にはあるわけよね。でも本当はダメになることできないわけよ、ね right. でポイントはね。丸バツ感覚で行って三角がミソなのよね。一歩行動を取れないっていう時は ね、この「罰が怖いから行動ができなくて「○」だったら幸せになれるっていうことなんだよねでも「罰でも幸せになれるっていう事実に気づいてもらいたいのわかる罰でも幸せになっていいのよ幸せと罰は関係ないの幸せは頭の中で決めることなので頭の中で決めてたら外も幸せにな変わってくるのねこれは別の思考が現実になるっていうビデオのシリーズでいっぱいカバーしてるんだけど ね、だからポイントは「大中小」ってやって「小」で是非失敗しまくってもらいたいわけよ。でこの時のコツ失敗してもトラブルにならないようなことを選んでもらいたいのね。もうね失敗しても大丈夫なこと、ね、例えばねランチ行って、ね、いろんな種類があって何か分かんないけどとりあえず3秒で決めたとか言って ね、でなんかランチのデザートに、ね、アイスとケーキがありました、ね、でアイス頼んじゃった失敗したケーキの方が美味しかったみたいな感じ大したこと起こんないわけよそういう失敗はねなので失敗しても結果がそこまで変にならないようなところで失敗を経験してもらいたいのねだ、ね、だからら仕事を変えたたいんっって言ったら まあちょっとそれは置いとくわ。わかったかな今の話。で、そう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 。で、急になんかいや一歩報道を取れないんだよね。俺の夢はなんかで僕のあの今引退して退職金二千万あって、で子供三人いて、で妻と一緒に住んでるんだけど、自分のすべてのお金ね。 2000万全部持ってるお金でラーメン屋を立ち上げたいんだっていうそれはすごいリスクがあるわけよそのようなそれを失敗したら生活が大変になるしね子供もにもいろんな奥さんが別れていっちゃうかもしれないわけよそのようなことで失敗したら大変なことになるっていう感じじゃなくて失敗しても大したことが起こらないっていうのをあらかじめこの大中小で考えるときに考えてそのことをぜひやってもらいたいんです <All> right. で次の方法ね3つ目の方法なんだけどこれは本当に僕はね正直でジェームスクリアさんの「アトミック・ハビット」っていう本を読んですっごいこの習慣の作り方っていうのを本当に学ぶことができてであの彼の「あのハビット・アカデミー」っていうコースも僕買ってそこでいろいろ学んだんだけど自分がやりたいことがあるじゃん。それをめっ めちゃくちちゃゃ小さなステップにするのねで小さなステップをやっていくわけよ、ね。例えば、YouTube にビデオを出すっていう場合だったら、ね、まずビデオを撮らないといけないじゃん、ね。それをステップに分けるのよ。で最初はまじ三脚を用意するだけでいいわけよ。まジ10秒だけやればいいわけよ、ねで。その次はカメラの前に座ると。でその次に話すと。 ね、だから最初いきなりそれを1個にしてるとうわーってなっちゃうんだけどもう本当に話すネタだけを作るとか、ね、三脚を立ち上げるだけとか超超超ちっちゃいステップにしてもらいたいわけよ。ね例えばあの自分の、えー、と洗面所に、まあ、掃除もそうなんだけど自分の洗面所にいっぱいなんかお皿とかがあったらもうとりあえず水を流してお皿を濡らすそれだけでいいわけよ。ね 今度戻ってきたらそのお皿にちょっとソープをぶってぶっかける、ね、それができたら今度洗うそれができたら今度干すみたいな感じで超ちっちゃいステップに分けるのねこれやる気が出ない時にすっめっちゃくちゃ効くのよこの方法はこれブライアントレーシーがチーズの法則って呼んでてチーズにちっちゃい穴があるじゃん、ね、だからちっちゃいそのチーズをちょこ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 って食べていくみたいなイメージなのねこれ 本当に聞くのよでっかいステップ YouTube にビデオアップするっていうのを超20個ぐらいのステップにしてもいいからそれをちょっとするのね,ねだからビデオを撮るっていうのが一歩の踏み出すのがでかすぎるんだったらもう本当に三脚を買うそれだけでいいわけよそこでワーイってやってその次の日に三脚のようにカメラを乗っけるワーイってその次になんか10秒話すワーイみたいな本当にまあ10秒話すっていうのは変なんだけどで、まあ、何分か話すと。 でその次ににコンピューータにアップするわいでその次の日に、えー、と編集するわいでその次の日に YouTube にアップするわいその次の日にコピーを考えるタイトルを考えるわいでその次にサムネイルを決めるわいみたいな感じ、ね、で2週間かかってもいいわけよわかるポイントは目的はに動画を出すことじゃないんだよ目的は自分が行動できるような人になることなんだよ だからこうやってミニなステップをいっぱい出していくっていうことによってそれを習慣みたいな感じでやってもらいたいんだよね。Alright. なので今日お話しした3つの方法、ね、最初は外に踏み出す前に中に踏み出して自分が癒される自分がリチャージされる環境そっちを優先してもらいたいのいずれかそっちが大切になるから。 その次2つ目がやりたいことを紙に書いて、ね、大中小って分けて失敗 失敗してても大丈夫っていうショーをやってもらいたいたのねで失敗を楽しんでもらいたいわけよ失敗するかも俺この間大失敗してすっげえよかったのよ。で前もうこ,れ、ね、こういうライフコーチこういう話こういう仕事をやる前にはもう絶対パニックになってたと思うんだよ僕結構丸ツ関係の丸ツ病だったからすっげえ罰を怖くて全然行動できなかったんだけど今実際にこういう風になってあ三角っていいことなんだって気づき始めたら逆に三角の方が丸よりいいっていう時もあるわけよ。 ね、で、だって丸抜感覚で行くと行動取れなくなっちゃうから,から三角で行った方が丸に繋がるわけよね、だから三角ってすごいんだっていうのを気づいたら人生変わったんだけど三角でこの間僕の。僕あの えと僕の、えー、とビジョンプログラムを受けている人たちはご存知だと思うんだけどファインドゥ i ビジョン .jp っていう僕のサイトがあるのねでこれはワードプレスで僕作っててで全部自分であの最初作ったわけよでメンバープレスとかいろんなシステムを入れて自分で作ってるのねで結構その作業が大変なんだよねでこれを新しいシステムカジャビっていうウェブのシステムに、えー、と移動今してる作業があるのね ね、ワードプレスからカジャビに移動するシステムを移動するんだけどで新しい、えー、とこの本のイベントをやった時にこの新しいウェブのカジャビっていうシステムを使ったわけよ。でそこで、えー、とイベントを募集してみんなに、えーとそのえー、とチケットの販売とかイベントの情報とかメールとか全部一つのシステムに入ってるからカジャビを使ってやったんだね。 法律, <laughs> 法律っていうかシステム上僕のセットアップした時にみんなにメールを送っていいっていう許可のボックスにチェックするのを忘れちゃったのねでこの間えっ、ー、とイベントをやった時に70人ぐらいがイベントを参加してくれたんだけどそのみんなにイベントの案内のメールを送れなかったわけよカジャビの中で。ね大変じゃん。 イベントをやってでシステム上その許可をもらってながらチェックボックス許可するとかあるじゃんそれを入れるのは知らなかったね忘れるっていうか知らなかったからとりあえずそのメールが送れられないっていう状態になっちゃったわけよねでもまあいいじゃんみたいな感じででイベントでみんなにそれを誤って説明したわけよへ今ちょっとサイト 変更してて本当にお手数なんだけどちょっとみんな携帯開いてこの右上のセッティングっていうところでクリスからのメールを受け取っていいっていうボタンを押してくれないそうしないとメッセージ送られないよって言ったらね全員がそれをその場でやってくれたっていうことなんだよねだから結局治ったわけよ問題はね。でこのカジャビっていうところに移動することによって僕の。 仕事僕の人生でいろんなでみんなのためにもなるいろんなメリットがオープンされるんだよねでもこれをなんか怖くてこういうミスが怖くてわーってなってたら行動できないわけよねだからミスはそこまで悪いことじゃないわけよちてうかミスはすごいいいことなのよだからミスになれるでもう一つねこういうなんか特に好きなことを仕事にする仕事とかまあ家庭もそうなんだよね多分あのせん あのお家で子供のケアとかやってる人たちもそ,そうだとお,お医者さんとかもそうだと思うんだけど弁護士もそうだと思うんだけどね全部を丸にするっていうのはリアルにできないわけよねだから罰があっても自分が丸っていう状態をこれは意識してトレーニングしていかないといけないっていうことなんだよね,ねだビジネスやってて全必ず問題出てくるわけよ ね、自分が自分の中に100%の時間がなかったら、ね、問題が300%あるわけよ全部はできないわけよかる何が自分できるかって優先順位決めて選んでいく全部はできないわけよそれはそういうもんなのよ人生って地球ってこのライフがしょうがないわけよそれでもう OK っていうメンタルになっていかないともいかないんだよねいけない。 全部やろうとしたらもうパニックになっちゃって行動もできないしもう本当に息吸えないみたいな感じで溺れてるっていう人生になっちゃうからそうじゃなくてちゃんと自分が空気を吸ってリラックスしてリチャージできるっていう環境を作ってね周りが三角周りがバツでも自分は守る自分は常にいい方向にやって努力もしててストレートで自分のベスト Be your best your ベストなポテンシャルマックスで生きている。 愛をし、愛を信じて愛を与えて人を尊敬して人を愛して地球を愛して幸せに生きていくっていうことなんだよね Alright Thank you so much for checking out this video Remember Set up a place 休んで休んで自分が休める環境を作ってね、リチャージするようにあなたがリチャージされると本当に世界が良くなってくるからね、もう世界があなたがリチャージされるの待ってるのよ Alright, I love you guys so much, and I'll see you in the next video.